はい、皆さんこんにちは。投資レッスンスニーライブよっちゃんです。今日はコインチェックのね、ある仮想通貨ですね。これ、すべて正直に高いか安いか、今お伝えしていこうと思います。今日は6月22日、今午前11時7分段階で、ね、高いか安いか、独断でちょっとお伝えしていくので、当たってるかどうかは分かりません。ただ私の感じているものなので、正直にお伝えしていこうと思うので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それから仮想通貨でね、まだ取引されてない方とか、もうすでにベテランとか、もうプロ級の方もいらっしゃると思いますけども、私はですね、自己紹介をまず簡単にさせていただこうかなと思うんですけども、主にスタンド FM というね、音声アプリの方で、投資に関するレポートをしている、投資でするスリーライブ、よっちゃんという名前でね、やらせていただきますけども、基本的には音声で、私は投資情報をお伝えしてるんですけども、それを始めて、後ほど YouTube の方、今始めたばかりなんですけども、まあ、基本的に、一応音声の方が向いてるかなと思いますので、その辺はご了承いただいて、聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、YouTube の方も今後は、正直にということで、そこをテーマにね、やっていきたいと思いますので、昨日ぐらいから正直にお伝えしてるかなと思います。以前は、ちょっとレポート的なニュース感覚でね、お伝えしてたので、私もちょっとあまり面白くないなと思っていたので、今後はですね、正直にというところで、まあ、今回第1弾ですね。まあ、正確には昨日が1弾かもしれないんですけども、今日第1弾ということで、正直に私の今思っている仮想通貨、高いか安いか、お伝えしていこうと思います。先ほどね、早速 YouTube やる前に、スタイフの方ですね、こちらもよかったらまだフォローしてない方、スタイフのアプリを取り込んで、私の方をフォローしていただければと思います。投資でストレスフリーによっちゃんというアカウントでやらせていただいてます。こちらでね、投資のライブとかしてるんですけども、ライブ先ほどしてまして、よく来ていただける方ね、イエスマンさんという方がいらっしゃるんですけども、その方がですね、私のライブ中に、クアンタムを買ってくれたというか、買ったらしくて、即効性あるなと思いましたけども、まあ、ぶっちゃけ言うと、クアンタムは私が安いと思ってたっていうレポートをしてたってことですね。それでイエスマンさんもおいいかなということで買ってくれたという話なんですけども、今回これを見てまたね、そういう方が増えてくるかもしれないということで、それも楽しみにしています。ただ投資は自己責任でお願いいたします。はい、では6月22日段階での、11時9分、今ビットコインからコインチェックのですね、通貨リスト、こちらを見てますので、皆さんもよかったらこちらを見ながら、聞いていただければと思っております。よろしくお願いいたします。ではビットコインからいきましょう。ビットコインですね、今359万円ということですね。ビットコインは高いと思います。まだまだ下がってはきています。600万円ぐらいから今下がってきてるんですけども、高いか安いかって言われたら高いと思います。ただ買いか売りかって言ったら分かりません、正直ね。まあ、長期的に持てれば上がるかもしれないので、そういう観点だけを見たら売りではなくて買いなのかもしれないんですけども、私はですね、基本的にちょっと皆様と取引の仕方が違うんですね。まあ、基本的にどういう取引をしているかっていうと、まあ、ビットコインが上がるか下がるかって皆さん多分思って買ってると思うんですね。上がると思えば買いますよね。私はね、安いか高いかにフォーカスして、相場っていうのを望んでますので、まあ、そういう観点からするとビットコインは、高いだろうと今思っています。ですので、もし持ってれば売りますね。まあ、利益が出てれば売ると思います。まあ、そういうやり方だと思うんですね。ただ、明日になったらこれが安いっていう判断するかもしれません。今ニューヨークダウの状況とか、日経平均とか、他のコモディティのね、いろいろな指数とかあると思うんですけども、それをトータルで見て安いか高いかというのを判断してますので、そこのどこかが変わるだけでも状況というのはガラリと変わってきますし、まあ、今下がっているからそういうふうに感じるっていうのも正直ありますけども、まあ、それをトータルして直感で今安いか高いか高いと思います。イーサリアムも同じような観点で見ていきましょう。イーサリアムが今21万4000円、11%安ですね。こちらも高いと思います。やはりですね、私が見てた時はやっぱり5万円とか10万円の時もありましたし、それから比べたらまだ売ってもね、この状況でも利益が出る方が大勢いらっしゃると思いますし、まあ、安いって根拠があんまり、まあ、いろんなところで使われるっていう優れた仮想通貨だなっていうあるんですけども、今状況、先ほど言ったようにニューヨークダウとか、今仮想通貨の下落トレンドっていうのも含めてですね、まあ、高いか安いか高いと思います。それからイーサリアムクラシックですね。こちらはちょっとね、コインチェックでは今、昨日ちょうどね、仮想通貨と不愉快な仲間たちということでイーサリアムクラシック取り上げたんですが、購入も売却もできないんですが、一応ね、リストに入ってますから、
これはちょっと難しいですね。中立かな、2万円ぐらいもありましたし、まあ、どっちかというと高いと思いますね。ただ数字的に見るとかなりあまり見たことないような金額になってきてるから、まあ、中立に近い高いっていう感じですかね。リスクですね。リスクの方は、これはそんなに高い感はないですね。ただリスクがどんな仮想通貨なのかなっていうのははっきりこうビジョンが見えてこない弱さがある。投票はできるかもしれませんけども、何かこのリスクを持っていることによって得するのかっていうと、ただ値上がりするか下がるかだけなんで、あんまり面白みはないかなと思います、正直。ただ値段は高くはあんまり感じなかったですね。で、ファクトムは、これ一番難しいんですけども、もうそもそもファクトムがどういう仮想通貨だなっていうところがまずしっかり認識した上で判断するといいと思うんですけども、これも難しいですけども、そこまで割高感はないかなと思うんだけども、じゃあファクトムがね、人気が出てきて買われるかっていうところが問題なんですよね。だからまあ中立に近いかな。安いっていう気もするんですよ、金額的には。あと下がらないそうだしね、もうね、ここまで来ると。ネムですね。ネムは11円っていうプライスは安いです、正直。安いと思います。安いけど上がる要素があんまないですね。もうジムがあるわけですし、別にネムを買う意味があんまりないんですよ、正直ね。まあ私は一番本当にネムっていうのは仮想通貨の中でデビュー戦ネムだったので、すごい思い入れがあるし、ただやっぱりジムを付与ということがまあ一役になってね、もうネムのこう価値というものが正直11円もあるのかなっていうぐらいの感じもあるんですよ。だからまあ安いか高いかっていうと数字は安いと思います。11円だったらいつも上がってくる仮想通貨なんだけども、ネムがこれから何か役立つのかっていうとそんなに見えてこないんですよね、正直。だからまあこれはちょっとテーマとは逸れちゃうかもしれないんですけども、手が出しづらいし、安いけど下がるかなみたいな、上がらないんじゃないかなっていう感じもしますよね、短期的にも。なのでまあ数字的に見るとそこまで高いくは感じません、正直。80円ぐらいの時もありましたので。だけど上がるかなって心配があるっていう感じです。ライトコイン行きましょう。ライトコインはどうなんでしょうかね。そんなに高くも感じないですね。ただまあ、ちょっと高いかなって感じかな。ビットコインキャッシュ行きましょう。ビットコインキャッシュは、どうでしょうね。まあそんなに高く感じないですね、ビットコインキャッシュも。どうなんでしょうか。ちょっと今メモ、自分が買った時のね、数字をちょっと見ていきますので、それを見ているとどんな感じなのかなっていうのがちょっと分かってくるかもしれない。ビットコインキャッシュはそんなに安く、高くもないですね、正直。パッと見だけでも。ちょっと待ってくださいね。ビットコインキャッシュ、そうですね。まあできれば4万円とかぐらい、3万円とかだったらベストなんですかね。それ考えると安くはないって感じです。安そうだけど安くない。モナコイン、モナコインは数字的には高くないと思います。ただモナコインがどうかってところが問題です。で、1番はステラルーメンですね。これはどうなんだろうな。一番面白いとは思ってはいるんですね、正直。面白いと思うけど、数字的にはまだ少し下落の幅は、ゆとりはあります。正直まだ下がれる可能性は十分あるかなというところなんで、そうだね。高くはないと思いますね。高くは絶対的に見ても27円ですから、まあもう少し下がれそうですね、ただね。そうだね、ちょっとそこぐらいの感覚だね。で、クアンタムは安いと思いました。金額的にはです。ただ仮想通貨としてどうかっていうところがあるので、そこはまたちょっと置いといて、値段的には安いですね。明らかに4000円ぐらいの時ありましたので、それから見ると615円ってあまり見たことないから、
一番安そうだなって思ってるのはもしかしたらこれかもしれない。ただ安いか高いかだけですよ。いいか悪いか、仮想通貨としていいか悪いか別としてね。はい、あとベーシックアテンションとか明らかに高いですね。高いと思います。まだまだ上がる可能性あるけど高いと思います。IOST ですね。これも、そろそろ下値付近かなと思いますけど、まだ高いかもしれない。そんな感じです。エンジンコインは、高くは感じないですね。300円ぐらいが高いかもしれない。もしかしたら。私が買ったぐらいですね。はい。まあ、ほんと少量なんですけど、コインチェックがね、エンジンコインを買うと、なんかすいません。プレゼントしますよ、みたいなね。時に買ったんです、エンジンコイン。ちょっとだけ、ほんのちょっとだけです。その時300円ぐらいだから、まあ、それが指標になったら安いかなと思ってますね。はい、最後に OMG いきましょう。OMG が394円。これもね、安いかもしれない。安いかもしれないです。あんまり見たことないんで、まあ、500円ぐらいには少なくともなりそうだなとは思うんですけども、まあ、これは安いかもしれないですね。なので、OMG クアントムあたりは安いかなというような感覚はあります。ただ、わからない。これが安いけど上がるかどうかはわからないんで、その辺は自己判断で投資してみていただけたらと思っております。はい、ということでね、今回は仮想通貨の、高いか安い、私が正直に独断と偏見なんですけども、お伝えさせていただきました。このような形で、今後も正直にというのをモットーにやっていきたいと思ってますので、ぜひまたね、何かお役に立てればいいかなと思います。また今後もね、ちょっとこういう形で、仮想通貨のアップデートをしていこうと思いますので、ぜひ仮想通貨に興味ある方、それからスタイフ見て、聞いていただいている方、ぜひね、チャンネル登録などしていただければと思います。そちらの方でもよろしくお願いいたします。これから YouTube、最近見た方もね、ぜひ、今後とも温かく見守っていただければと思います。私の方でも何か皆様のお役に立てるように、全力で正直にお伝えしていこうと思いますので、またよかったら見ていただければと思っております。次の動画ではですね、私の一押しの仮想通貨ですね、こちらの方をお伝えしていこうと思いますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただければと思います。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録、お知らせのベルマークの方よかったら押していただけると、ポチッと押していただけると非常に励みになります。よろしくお願いいたします。ということで、今回の、YouTube 以上となります。最後までご視聴ご清聴いただきましてありがとうございました。またねー。